中学生の頃仲良かった子とずっと一緒におる。うまくいかないからって人のせいにしたり環境のせいにする人たちっていうのはここで集まってるわ。どうしてなかなか社会に出て巡り合われへんと思うの俺。人の人生まで背負ってるから、うん、自分だけの人生じゃなくなってる人が多いから。お願いします。お願いします。なんか岩っこり久しぶりやな。なんか久しぶりですね。髪の毛が岩っこりから謎の草みたいになってるけど大丈夫？だいぶもう落ちましたね。大丈夫？はい。久しぶりや。うん。そう、髪の毛上げてんねん。最近ちょっとだって髪の毛下ろしてたやろ、うん、最近下ろしてた方がなんか女性受けは良かったよ。でもやっぱ男受けは上げてる方がいいな。あ、うん、でさっきちょっと話してたらなんか海外の人はデコを見せない人、はい、こう髪の毛下ろして見せない人は自信がないって言うらしくて、だから俺も自信あるから、はいはいはい、とことん上げていったろうと思ってオールバックにでもやったろうかなと思うぐらいで、はい、辻さんのオールバック見てみたいですね。あ、一回やってみようか。じゃあ、はい、面白いかもしれないですね、うん、タイミングになって OK です。はい、はい、そんな感じで、はい、今日もじゃあ質問、はい、質問、はい。経営者の方って、うん、よく経営者の方同士で一緒に行くことって多いと思うんですけど、うん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 、なぜ経営者の人は経営者とよくいるのかっていう素朴な疑問、うんうん、ああ、それめっちゃ言われるっていうか俺もなんか最近気づいたっていうか、はい、確かにでもそうやんな。だって企業サロンメンバーって企業サロンメンバーとしかおらんぐらいまあそうですね。もう俺だって最近思うもん、みんな友達おらんのやろなっていや俺も含めて、はい、うん、でもそうじゃない。でも俺これあることに気づいて、やっぱり仲間って大事や。もちろん仲間って大事だけど同志ってもっと大事だと思う。要は同じ志と書いて同志やんか。これ同志ってなかなか社会に出て巡り合われへんと思うよ俺。まあ言い方に語弊があるかもしれへんけど、今小学生の頃から仲良かった子とか中学生の頃仲良かった子とずっと一緒におる。いやいない。おれへんやろ。でも小中ってずっと一緒におったわけやん。でも今おれへんわけやん。それってなんでっていう時に考え方が変わったりだとか、まあ、目指す方向が変わったりだとか、まあ、もちろん社会に出ると時間も限られてくるからっていうのはあると思うんだけど、なんで一緒にいないかっていう一番の原因としては多分目指す方向が違ってきたとか同じ志じゃなくなってきたからと思うんだ。小学生中学生の時ってもうただ単に一緒に乗って楽しいとか、そうです、志とかないですよね。そうやん、ないやん、はい、一緒に乗って楽しいとか、なんかまあ夢語って楽しいっていうのはあったけど、はい、うん、でもなんか何かをその時に目指してるわけじゃないと思うから、うんうんうん、まあ俺の場合野球やってたから、まあ、プロ野球選手目指してたから野球やってるやつと一緒に、はい、今思ったらそれも野球やってるやつとか、なんか喧嘩好きなやつと一緒におったなと思うもん俺も。あ、俺もそうやったから、はい、それが好きやったから、はいはいはい、そういうやつと一緒におったらみたいな。だから大人になっても一緒なんよな今思ったわ、うん、今思ったらそうやわ。プロ野球選手とか、あ、要は喧嘩したいとかなんかっていうこの同じ志なんですよ。それも同じ方向を向いてる。そう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 、まあただそれがなんか幅広かったよな。小中学生の時はそれがなくても仲良くしてたよな。ただ単に一緒におって楽しいとかだけで一緒におったよな、うん、だから俺もね年々年いくごとに関わる人は変わっていってるな、はいはいはい、うん、変わってきてるわ、うん、それはどうしたんですか。やっぱり目指す方向じゃないの、うんうん、仲悪くなったとかこいつのことが嫌いになったとかそんなんないよ男は、うん、俺とか特にない。別に嫌いになることもないし嫌いだったら喧嘩するから俺は、うん、それで終わりやんか男なんて、はい、うん、殴り合ったら終わりやし、うん、それで終わりやん、もう、はい、その後は仲良くしようぜ仲間やっていう感じやん。もう俺はあいつのことずっと嫌いになるとかないけど、はい、やっぱり同じ方向を向いてる人と一緒にいないと俺も意味ないし相手にも意味ないと思うね俺は。俺に時間使ってる時間があるって他の同じ志を目指してる人に時間使ってほしいし、うん、俺もそうやし、うん、だからなんかそういうのはあるよな。だから小学校中学校の時仲良かった人とか昔仲良かった人とかのこと嫌いになったことなんか一回もないけど今も会ったら喋るし小学校中学生の同級生でもなたまに同窓会でも飯食いたいし。でも毎日一緒に夢を語れるかというと違うと思う。だから経営者同士仲良くするんやと思うね。話が合うんやと思うわ、もう単純に、うん、例えばまあそのサラリーマンで働いてる方とか従業員の方を悪く言うんじゃなくてその人たちもその人たちの考えってあるわけやんか。でも経営者ってまた一つ違うのよ。全てのリスク背負ってるわけや、うん、そうやろ、はい、全てのリスク背負ってるからそこはなんか大きな違いかな、うん、だから自分でほんまに借金してお金出してる人と、はい、まあ誰かにお金を出資してもらってる人ではまた考え方が違うんやろうし、うん、だからそこはリスクの背負い方が違うから、はい、まあそういう人らで集まるんかなと思うよ。
うん、だから最近ね、俺のまあオンラインサロン、企業サロンがあるやんか、企業サロンも見てて、毎日企業サロンメンバー一緒におるなって俺ずっとインスタ見ながら思ってて、うん、毎日タグ付けされしてくれるし、毎日誰か上がってくるからさ、はい、見てたら毎日一緒におんなと思ってたら、でもやっぱり同志やからやわ、うん、同じ志やからみんな一緒におんねん、うん、そうやろ、はい、でうちにもさ、まあたくさんの人な、岩っくりもそのうちの一人やけど入ってきてくれて、ちょっとちゃうなって人らおるやん、なんかすぐお酒飲んで酔っ払ってイエーイってやってる人らとかもおるやんか、たまに。でもそういう人らってなんかみんなと仲良くできへんよな、うちは。うん、分かるやろ、なんか浮いてない、うん、だからそれやと思うで。最近ね、このもう半年ぐらいちょっと少なくなってるよ。そうやな、少なくなったな、もうだから分かっ、色が出てくるから分かってくれてるやろな、もう入る前からな、うん、だから本当にそれが見ててすごい思ったから、まあだってそりゃさ、分かるってご飯食べてて会話してて分かりますっていう会話がいっぱいあるんやもん、経営者同士って。でもこれを経営者じゃない人に押し付けるのは俺も違うと思ってるし、これは経営者のエゴやからさ、うん、違うと思ってるから、だから多分経営者同士一緒に乗ってこう喋るんじゃない、あ、分かる分かる、そういう時どうしてるみたいな、うん、あ、こうしてんねみたいな、あ、そうなんやみたいな、で従業員がこう言った時はどうしてんの、え、俺はこうしてんねみたいな、勉強になるわとかさ、そういう同じ会話できるからじゃない、うん、やと俺は思うかな。まあもうこの放送がアップされてる頃には企業サロンのインスタグラムも始めることにしましたんで、はいはいはい、もうできてると思いますんで、はい、皆さんフォローしてください、はいまあだから俺はだからそのさっきの質問してくれたことに対してはやっぱりまあ同志だから一緒にいるのかなっていうのはすごい思うから、あとはだからその傷の舐め合いはしたらあかんわな。うん、よく傷の舐め合いするやん。だからもうこれもう一番俺見てて思うのが意識が高い、うん、うまくいってなくてもうまくいこうとして自責にしてどうにかうまくいこうとしてる努力してる人はそこで固まってるわ、うん、でもうまくいかないからって人のせいにしたり環境のせいにする人たちっていうのはここで集まってるわ、うん、だから結局一緒に乗って楽しくないんやと思うで、うん、じゃあ同じ志のすっごい意識高い俺らみたいなどうにかしてこれ やりきろう、やり抜こうっつってこう工夫して努力してやってる人の中に一人だけ、いやなんか会社の社長があれ全然良くないっすよねとか会社全然良くないっすよねっていうやつが入ってきた、いう人が入ってきたとして仲良くなられへんと思うね人って、うん、お前何人のせいにしてんのみたいな、うん、いや自分が悪いやろそれはみたいな。だから要は本質を分かってるやん経営者って。俺思うねん、本質ってよく言うけど、この本質をやっぱ一言で言い表すのは難しいんだけど、本質を分かってる人と分かってない人とは全然違うから、うん、で経営者っていうのは本質を分かってる確率が高い。なぜかというとやっぱ人の人生まで巻き込んで人の人生まで背負ってるから、やっぱり自分だけの人生じゃなくなってる人が多いから、そこは志高いし本質分からないと従業員はついてこないし人はついてこないから、うん、俺はそれ一番よく思う、うん、だからだと思う。だからまあね、これを見てくださってる皆さんもね、まだまだ人のせいにしたりとか、環境のせいにしたりしてる人もね、おそらくたくさんいると思うんですよね、うん、でもそれをやっぱグッとね、一回自責にしたらね、俺はほんまに人生変わると思うし、自責にした瞬間に周りの人を応援してくれると思うから、人のせいにした瞬間人を離れていくと思うんで、そこはなんか人のせいにしたい時あるのも分かるけど、何かのせいにした方が楽やから分かるし、俺もそうやったけど、やっぱそこをグッと我慢して、まあ、自分にベクトルを当てて考えることによって俺は変わってくると思うから、ぜひこれを見てくださってる皆さんはね、そういう志でねやっていれば、同じ志の人が、だから熱意は磁石って言ってるやん、熱意のある人同士が集まるようになってるから、くっついてくるようになってるから磁石やから、そこを意識してやっていったら関わる人も変わってくるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで以上です。ありがとうございました。これを分かってない人たちは今後必ず時代は大きく変わってるんで勝てない。